ニックエアーズはアメリカの選挙コンサルタント。アメリカ合衆国副大統領マイク・ペンスの首席補佐官。2017年7月から2019年1月までマイク・ペンス副大統領の参謀長を務めたアメリカの政治戦略家、コンサルタント。それ以前は2016年にペンス副大統領選挙運動の全国委員長を務め、 2007年から2010年までは共和党知事協会の元専務取締役を務めていた。2010年、エアーズはタイム氏の40歳以下の政治界で最も影響力のある40人に選ばれた。また、ロビーイング会社シーゴクリエイティブコンサルティングの代表を務め、2017年1月に設立された親トランプ派の非営利団体。 アメリカファーストポリシーの4人の立役者の一人でもある。2016年11月から2017年1月まで、エアーズはドナルド・トランプ時期大統領の移行チームの上級顧問を務めていた。2018年12月、複数の報道機関は、ジョン・ F ・ケリー氏の公認として、ホワイトハウスの参謀長を務める有力候補と評していたが、同氏は就任を見送ることにした。 また、エアーズは年内にトランプ政権を去ることも明言していた。エアーズはジョージア州南部の古部軍で育った。2009年にニューリーパブリックのインタビューで、エアーズは両親から幼い頃から公共サービスへの敬意を植え付けられたと述べ、1992年に両親がビルクリントンとロスペロットに投票したことを思い出したという。エアーズは1990年代に クリントン大統領と当時民主党員だったゼル・ミラー、知事に浸水していたと語っている。エアーズは2000年にサウスコブ高校を卒業した。その後、ケネソー州立大学で学び、2009年に政治学の学士号を取得した。また、イギリスのギルドホードにあるサリー大学では、留学プログラムの一環として、国際問題や政府問題について学んでいる。エアーズは、 学部在学中にカレッジ・リパブリックズに入会し、同校の支部長に就任した。この間に、当時知事選に出馬を予定していた、ソニー・パーデューと知り合う。エアーズは、同じカレッジ共和党員のポール・ベネックに誘われて、パーデューの選挙運動に参加し、パーデューのボディーマンとして、ケネソー州立大学を休んで、当時の衆議会上委員議員のために車を運転したり、 前払いをしたりしていた。彼は当初銀行家になることを目標に大学に通っていたが、パーデューとの役割を経験したことで政治家としてのキャリアをスタートさせることを確信した。選挙運動に参加することに興味はありませんでした。私は自分のキャリアを計画していました。当時、ロイ・バーンズ知事に勝てるとは本当に思っていませんでした。とエアーズ氏は語った。 ソニーと10分ほど話した後、彼がこの州を運営するのに適した人物だと100%確信しました。2002年、パーデューは民主党の現職ロイ・バーンズ氏を打ち負かすことに成功し、彼は復興期以来初の共和党のジョージア州知事となった。勝利した時、私は基本的に知事の上級顧問になるか、大学の新入生になるかの選択肢を持っていたと、 エアーズ氏は後に語っている。私は知事職を選びましたと夜間や週末に勉強し、その後7年間大学の卒業証書を取得し、2009年に最終的に学士号を取得した。2004年、エアーズは22歳の時にパーデューの再生委員会のマネージャーに任命された。アトランタ・ジャーナル・コンスティチューション氏は当時のルイジアナ州会員議員。 ロビー・ジンダルと並んで、共和党の全米で最も勢いのある申請5人の1人に選出した。2年後、パーデューは20ポイントの差をつけて再選された。2006年10月25日、選挙前日、エアーズは車線を維持していなかったこと、時速35マイルのゾーンで、時速50マイルで運転していたこと、飲酒運転の疑いで、ジョージア州のパトロールに止められた。 エアーズ自身は、ジャックとコークを飲んだことを認め、その後、現場での飲酒検査に失敗し、古期検査機の使用を繰り返し拒否した。彼は飲酒運転で召喚され、後に危険運転の罪に問われた。パデューは、共和党、ガバナーズ協会の会長に1年間の任期で、選出され、エアーズを常務理事に、長年の同僚であるポールベネックを政治部長に任命した。 ジョージア州の若い二人は37人の知事が選出される2010年の中間選挙に向けて委員会の運営を専門化し長期的な戦略を実施するための前例のない4年間の計画を立案した。彼らの計画は知事に受け入れられ、エアーズとベネックは50州すべてを網羅する4つの知事、選挙サイクルを務めた。当初、共和党は二千六年のひどい選挙区の反動で、 22の衆議会を保有していたに過ぎなかった。彼らが2011年初頭に去った時、共和党は29の知事職を保持し、7つの純利益を得た。エアーズ氏が在任を開始した時、ルガは2000万ドルの予算で、比較的質素な運営を行っており、全国的にも知名度は低かった。彼の在任期間が終わる頃には、ガバナーズは、 運営予算を1億3500万ドルに増やし、2010年には最大の政治活動委員会という栄誉を手にした。この成功により、エアーズは芝叩く間に、新生政治の記載としてのレッテルを貼られるようになった。2010年11月、ルガの勝利に沸く中、エアーズはマイケル・スティールの公認として、共和党全国委員会の委員長になる可能性が、 あると広く噂されていた。しかし、彼はその地位を求めることを辞退し、代わりに、RNC の財務長官である、ウィスコンシン州のレーンス・プリバス氏の選挙運動を支援した。エアーズの仕事は、事実上のプリバスの支持と解釈されたが、そのうちの何人かは、RNC のメンバーに反乱軍を支持するように指示したと報告されている。プリバス氏の当選後、エアーズ氏は、 RNC の移行チームの二人のリーダーとして、エドガレスピー氏と一緒に活動することに同意した。ワシントンタイムズ氏は2012年に二人がスタッフと経費の大幅な削減を迅速に行い、前進する道を切り開くために資料深い戦略的分析を行ったと報じている。二人は一緒にトップスタッフを RNC に来るように説得した。ガバナーズ協会を退会した後、 2011年3月にエアーズは広告会社のターゲットエンタープライズに入社した。2011年6月、エアーズはミネソタ州知事ティム・ポーレンティの大統領選入札のキャンペーンマネージャーを務めるため、5ヶ月間の活動を休止した。ポーレンティは彼を間違いなくアメリカで最高の政治的才能の一人と呼んでいた。しかし、主要な努力の後、ポーレンティは 初期の討論会でうまく表示することができなかった2011年9月にアイオワ州の世論投票を失いすぐに50万ドルの負債を抱えて選挙戦から撤退した。ボーレンティの後、エアーズはターゲットのパートナーとして職務を再開した。彼は政治会社シーコクリエイティブコンサルティングを始めた。そして2015年、彼は アドバンスメディアキャピタルという会社を設立した。この会社は2016年の選挙の数ヶ月前にスイングステートのテレビ局の放映時間を購入し、選挙の日に近い PAC にこの放映時間を販売するようにしていた。それは2017年に解散した。2013年にはイリノイ州でブルース・ローナー氏と彼の選挙運動のためにコンサルタントを募集し、 総合コンサルタントを務めたことで、知事政界に復帰した。大富豪の実業家は、最終的に当選し、2014年11月の選挙では40.1%の得票率で、現職のパットクイーン氏を50.3%で破り、当選を果たした。ラウナー氏は12年ぶりに、イリノイ州知事選を制した、共和党員であり、現代の記憶の中では、 初の政治的アウトサイダーであった。また、エアーズは独立系スーパー PAC、アーカンソーホライズンを率いて、2014年11月に、アーカンソー州のトム・コットン氏とジョージア州のデビッド・パーデュー氏を米上院議員に当選させるための取り組みを行っていた。2014年後半、エアーズはターゲットエンタープライズの持ち分を売却し、政治管理と投資に力を注いだ。 ウォールストリート・ジャーナルとウィスコンシン・ウォッチ・ドックは2015年10月、後に、意見のプライバシー侵害とみなされた2011年から12年に、かけてのスコット・ウォーカー親派グループと個人に対する、ジョン・ズ調査が、エアーズの電子メールを標的にしていたことを明らかに、した。2016年には、インディアナ州の再選を目指すマイク・ペンス知事や、ミズーリ州のエリック・グライテンス知事の選挙など、 いくつかの選挙戦で戦略家として関わっていた。ペンスが副大統領候補に指名されたことで再選キャンペーンを放棄した際、エアーズは公認のエリック・ホーカム氏の有力戦略家として活躍した。また、2016年5月には億万長者のシェルドン・アデルソン氏が秋の大統領選挙運動のために親ドナルド・トランプ派のスーパーパックを結成する。 計画であるとの報道もあり、エアーズ氏は関連していた。エアーズはトランプ氏のチームが最初に手を差し伸べたペンスの戦略員で副大統領の審査を開始し、インディアナ州知事とトランプ氏の間の交渉を担当した。2週間以内にペンスは全国の切符に指名され、エアーズはボランティアとしてペンスの活動の議長に指名された。一部のニュース記事では、 上級顧問という肩書が使われていたが、ペンス陣営ではエアーズが主な役割を担っていた。エアーズ、マーク・ショート、ジョシュ・ピトックは7月の大会演説と10月の副大統領討論会のためにペンスを準備する中核的なチームを形成した。選挙後、エアーズは大統領以降の上級顧問に指名され、 ニュージャージー州知事クリス・クリスティが率いる以前のチームに代わるグループの一員となった。2010年の選挙後も共和党全国委員会の委員長候補としてエアーズの名前が大きく取り上げられた。ペンスと大統領顧問のスティーブ・バノンの強力な支援を得てエアーズは最終選考に進んだがミシガン州のロンナ・ロムニー・マクダニエルに時点で敗れた。 2017年1月、エアーズと他の3人のトランプイコールペンス補佐官は政権の政策を擁護することを目的とした新しい非営利団体アメリカファーストポリシーズの主席に指名された。エアーズはトランプ氏がジョージア州の2人の議員を内閣に指名するよう助言したことで影響力のある役割を果たしたと見られている。ジョージア州は最も影響力のある閣僚のうち たまたま最も適任者であった二人を閣僚に選んだ大統領の並外れた意思決定とジョージア州への感謝の証ですとエアーズ氏は述べている。2017年3月バズフィードは近年驚異的な成長を遂げている若い保守派向けのニュースサイトインディペンデントジャーナルレビューにエアーズが大口投資家であることを報じた。エアーズは同サイトのコンテンツに対して編集権を 行使していないと報じられた。また、エアーズファミリーホールディングスは、ジョージア州を拠点とするヘルスケアやテクノロジー業界の、新興企業にシードキャピタルを提供しており、テクノロジー、金融サービス、ヘルスケア製品に、全国的に数百万ドルを投資していると報じられている。同じく、エアーズのプライベート企業であるホームステッド社は2014年に設立され、 ジョージア州の林業やピーカンに数百万ドルを投資している。2017年6月29日、エアーズ氏がマイク・ペンス副大統領の首席補佐官に就任することが発表され、2017年7月28日にジョシュ・ピットコック氏の公認として就任した。エアーズ氏は2018年12月9日のツイートで2018年末に トランプペンス政権を退陣することを発表した。2020年8月、エアーズとドナルド・トランプ・ジュニアは、アラスカのペブル鉱山プロジェクトの阻止を求めた。エアーズは8月4日のツイートで、何百万人もの自然保護主義者やスポーツマンと同様にドナルド・トランプ大統領が、環境保護庁にこのプロジェクトをブロックするよう、指示してくれることを期待していると書いた。エアーズは、 ジョージア州ヒューストン郡出身の元学校教師である、妻のジェイミーとアトランタに住んでいる。二人は2005年5月に結婚した。エアーズ夫人は、元ジョージア州知事のソニー・バーディー氏の二番目のいとこで、ある。エアーズ夫妻には2012年12月に生まれた三つ、子がいる。彼は、推定500万ドルの資産を持つマイケル・ユセフ氏が、率いる、国際的なキリスト教、ミニストリー、 リーディングザウェイの理事会のメンバーを務めている。彼の財務情報開示報告書によると、エアーズの純資産は1200万ドルから5400万ドルの間にある。彼はジョージア州に250万ドルから1100万ドルの価値のある農地を所有している。共和党で影の時期大統領選ペンス副大統領、野心を否定。株式会社ウェッジ。 2018年2月10日閲覧。40アンダー40タイム。タイム、一瞬0040から 781xhttp コロンスラッシュスラッシュコンテントドットタイムドットコムスラッシュタイムスラッシュスペシャルズスラッシュ PACKAGES スラッシュアーティクルスラッシュ万2 8 8 0 4 2023,8312023,8292025,20300HTML2021 年2月21日、閲覧。サミュアルズ、ブレット、ペンスエイド、エアーズイル・ノット・ビー・ホワイトハウス・チーフ・オブ・スタッフ。シー・ヒル、2021年2月21日、閲覧。マイルズ、フランク、ニック・エアーズ。 コンシダードキャンディデートフォーホワイトハウスチーフオブスタッフデパーティングアトイヤーズエンドフォックスニュース2021年2月21日閲覧シルバーマンアマンダ H.E. ハズン T. ロストエニシングイエットザニューリパブリック一瞬零零二八から 6583https newrepublic.com アーティクル7798 ヒーズンとロストエニシングイエット2021年2月21日、閲覧。ヤング、ニックエアーズハズフル、グローンプランズフォー、エイリパブリカンリターンツーザホワイトハウス。 一瞬0190から 8286http スラッシュスラッシュ w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  s h i n g t o n p o s t スラッシュ w p d n スラッシュコンテンスラッシュ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 スラドット h t m l カツニ日ューピチニチ閲覧。A ナチュラルハイアードツーランパレンティーキャンペーンスタートリビューン2021年2月21日閲覧テンプレートサイトウェブの呼び出しエラー引数タイトルは必須です。タイトル www.bizjournals.com2021 年2月21日閲覧ウォッチ ニックエアーズ、ティム・パレンティー、エス・プレジデンシャル・キャンペーン・マネージャー、ゲット・アレステッド・フォー・ディ・ WI、ビデオ、ミネアポリス、ストリート、ポール・ニュース、ザ・ブロッター、web.archive.org、2021年2月21日、閲覧。マーチン、ジョナサン、ディック・ペリー・ツー・リードルガ、ポリティコ、2021年2月21日、閲覧。パレンティー、SS、 ナショナルレビュー、2021年2月21日、閲覧。フォーゲル、ケネスピー、ロジャース、ケイティ、ニックエアーズ・イズ・ライジング・ファースト・イン・トランプ、エス・ワシントン、ハウ・ファー・ウィル・エイチ・イ・ゴー。ザ・ニューヨーク・タイムズ、一瞬0362から4331、https、www. ニータイムズ・ドット・コム、2018、11、21、アス。 ポリティックス、ネッキーエアーズ・ホワイトハウス、HTML2021 年2月21日、閲覧。リヒテル、グレッグ、シェルドン・アデルシン・スタッフ・ワーキング・ツー・ホームプロ、トランプ・スーパー・ PAC、ニュースマックス、2021年2月21日、閲覧。テンプレート、サイト・ウェブの呼び出し、エラー、引数タイトルは必須です。タイトル、テンプレート、サイト・ウェブの呼び出し、 エラー、引数アクセスデートは必須です。CNN、デビン・コール、ドナルド・トランプ・ジュニア、オポーゼズ・コントロバーシャル、アラスカ・マインズ・アット・クッド・ディスラプト・クリティカル・サーモン、フィッシュリー。CNN、2021年2月21日閲覧。You are daily-joal t in-joal-jia, house and senate-republikans-split, political-insider.web.archive.org。イン 2021年2月21日、閲覧、ありがとうございます。